転落による頭部外傷の事例を経験し、抱っこ紐に対する注意喚起を行います。乳幼児の頭部外傷の原因の多くは転落です。乳幼児用品の不適切な使用による転落もあり、乳幼児用品を適切に使用することが転落の予防策になります。当院において抱っこ紐から転落し、頭蓋骨骨折をきたした事例を経験いたしました。抱っこ紐を過信しないよう、注意喚起の目的で狂乱いたします。症例は月齢1の女児です。転落を主訴に来院されました。児の母親は和装しており、その上から抱っこ紐をつけていました。背中のベルトは父親がつけましたが、両サイドにあるセーフティーロックを使用しませんでした。朝9時半、床が大理石のマンション入り口のエレベーターに母親が駆け寄った際、抱っこ紐の横にできた隙間からすり抜けるように児が転落しました。高さは約1メートルで低級強く、嘔吐や意識障害はありませんでした。起因を受診後、当院を紹介され、11時ごろに来院しました。入院時現象です。発熱なく、下気良好で、意識障害はありませんでした。大腺門に膨瘤なく、左側頭部に血腫を認めましたが、流血はありませんでした。頭部 CT では、左頭頂骨に骨折を認め、硬膜外血腫、皮下血腫も認めます。頭部の 3DCT 所見です。左頭頂骨を横断する骨折線が認められます。入院後経過です。受傷起点及び画像所見から、頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、皮下血腫と診断いたしました。入院翌日の画像検査を含め、病性の増悪なく、全身状態も良好であったため、当日に退院しています。発達への影響の有無は外来で観察する予定です。月齢3未満の頭部外傷の入院症例について、平石らの報告をご紹介いたします。35例を対象にしており、前例が転落・墜落によるものでした。画像所見では 57% に頭蓋内出血、 89% に骨折が認められました。原因の過半数35例中18例で乳幼児用品の使用があり、11例は抱っこ紐が使用されていました。抱っこ紐を要する児は、転落時に防御できず、重篤な頭部外傷に至る危険性があります。従いまして、抱っこ紐を使用する保護者には、生じた隙間から児が転落しうること、安全を過信しないよう注意喚起する必要があると思われます。注意喚起に関して、日本小児科学会では、インジャリーアラートによる事例の情報共有があります。東京都生活文化局では、図に示すようなリーフレットによる注意喚起があります。小児の日常診療においても、医療従事者から保護者に注意喚起するのが望ましいと思われます。結語です。抱っこ紐の隙間から転落し、頭蓋骨骨折をきたした事例を狂乱いたしました。抱っこ紐を使用する保護者には、安全を過信しないよう注意喚起を継続する必要があります。ご清聴ありがとうございました。